ゴンギツネ。ある山の奥深くにゴンギツネといういたずらギツネがいました。けれども心の優しい小ギツネです。俺はいくらいたずらしても見つからない。今夜もいたずらしようかなと考えています。百姓の兵十のおっかあの病気はだんだん重くなるばかりです。うちにはお金はないし、そのまましょんぼりしています。兵十はおっかあが死ぬ前に何か食べさせてやろうと思いました。川の水がちらちらと光っています。ゴンが草の陰に隠れて目をキョロキョロさせていました。兵十が魚を取っているのです。いつもとは違った顔つきで真剣に取っています。川上の方で人が呼んでいるので、兵十はビクを土手の縁に置いて飛んでいきました。ゴンがビクの中のうなぎをつかもうとすると、ニュルニュルとしてつかめません。とうとう首に巻きついてしまいました。尻尾を鉢巻きのように丸め、横っ飛びに飛び出しました。藩の木の下まで来て振り返ると、兵十は小さくなって怒っているように見えました。ゴンが兵十の家の前に来ると大勢の人が集まっています。外の大きなかまどに何かぐずぐず煮えています。ゴンは変に思いました。やがて白い着物を着た僧侶が見え始めました。赤いさつまいものような元気のいい兵十が位牌を持ってどんどん歩いていきます。今日はなんだかしおれているようでした。ははん、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思って六地蔵の陰に頭を引っ込めました。ゴンは穴蔵で兵十のおっかあのことを考えています。あんな悪いことをしなければよかったと体をひょいと動かしました。頭を上げて兵十に謝りに行こうかと、ゴンの心は落ち着きません。いわし、いわしと威勢のいい声が聞こえます。かすけのおかみさんが、いわしをくれと言うと、ゴンはしめたと思いました。ゴンはいわしを五六匹手につかんで兵十の家に一目散にかけていきました。俺は毎日兵十の家へ栗を持っていくことにしよう。兵十も一人ぼっちで俺と同じだ。今頃何をしているのかなと言って栗を全部棒ではたいてしまいました。誰だ、俺の家にイワシなんか放り込んだのは。おかげで俺は盗っ人と思われてひどい目に遭わされた。かわいそうに兵十のほっぺたにおでこができています。ゴンは山で栗を取ってきては裏の戸口に
毎日毎日置いて帰りました。兵十とカスケが月のいい夜の道を歩いていきます。おっかあが死んでから毎日栗や松茸を持ってくるものがある。まったく不思議だ。それは神様に違いない。とカスケが言いました。ゴンはつまらないなあ。思いました。ゴンが土間に栗を置いて出ようとするところを兵十が見て目を丸くしました。憎い憎いゴンギツネめと言って火縄銃を手に取って逃げようとするゴンをズドンと撃ちました。ゴンはぐったりと倒れました。裏口を見ると栗の入ったかごがあります。かわいそうなことをした。鉄砲で撃たなければよかった。と後悔しました。ゴンギツネのお話はこれでおしまいです。